皆さんこんにちは。今日はあの会見にご同席いただきありがとうございます。またあのウェブで、拝見をいただく市民の皆様にも、今年最後の会見となりました。まあ、1年間にわたりましての秘書記者会見にお付き合いをいただいたことありがとうございます。まあ、こうやって一生懸命前橋の動き、そして前橋のこれからのことをこういうあの会見やネット上で伝えられるということはあの本当に幸せなことだと思いますし、私自身の役割であり責任であると考えておりますので、どうぞ変わらずよろしくお願いをいたします。本日は案件は3本です。それぞれなるほど、わあこんな素敵なことがと思うようなこと、そして今まで頑張ってきたことがこういう結果になったという報告、3本をさせていただきたいと思います。まず最初はヘアドネーション、お髪を人のために使っていただく、そんなあのヘアドネーション、20歳の若者たちがヘアドネーションを行う、20歳のヘアドネの企画についてのご報告です。実はこの企画は、市民から市長への手紙、市長への手紙がきっかけとなりました。若い女性、20歳を迎える女性から、せっかく伸ばしたお髪を成人式後切るときに、ぜひ社会のために使ってほしい、そしてカツラの制作のために供したいという、そういうご提案から始まったものでございます。私は本当にあの素敵なことだなと思いますし、それの呼応するように、カツラを制作する方々、今日は後ろにも来ておられますけれども、あるいはお髪を切って、そしてそこまでに、つなげていただく、美容室の方々、前橋でこのヘアドネに協賛する29の美容室の方々、そして、カツラを作っていただく方、皆さんの力でこの事業ができることを本当に嬉しく思っています。それではその提案者、もっと簡単に言えばこれを言い出してくれた2人の若者、金子さんとそして剣持さんをご紹介したいと思います。ではお二人どうぞ。ご紹介に預かりました任意団体20歳のヘアドネの金子優香と申します。同じく任意団体20歳のヘアドネ副代表の剣持しおりと申します。よろしくお願いします。まずはじめにこのプロジェクトを始めた背景についてお話しいたします。私たちは来年1月12日に前橋市成人祝いを迎え、当日は振袖を着て髪の毛をセットし会場に向かいます。私はこの髪のセットのために成人祝いに向けて髪を伸ばし、そして成人祝い終了後はヘアドネーションに協力したいと考えていました。しかし私だけでなく、式が終わるとバッサリと切ってしまう女の子、女子は多いと思います。頑張って伸ばした髪なのにもったいないという気持ちのもと、他の新成人にもヘアドネーションに協力してもらいたい、社会、そしてそれに協力してもらうことで社会貢献の輪を広げたいと考え、成人祝いヘアドネーションプロジェクトを実施いたします。ここでヘアドネーションとは、小児がんや先天性の脱毛症、不良の事故と様々な理由で頭髪を失った子どもたちに寄付された髪の毛で作った医療用ウィッグを無償提供する活動です。寄付された髪を一箇所に集め、トリートメント処理を経てウィッグメーカーへと運ばれます。そして制作されたウィッグはそれを必要としている方々に届きます。この一連の過程において、私たちができることは、やはり髪を伸ばし寄付することです。それでは、
成人祝いヘアドネーションプロジェクトの内容についてご説明させていただきます。お手元の資料1をご覧ください。プロジェクトの対象者は令和元年度の前橋市成人祝いを迎える新成人です。成人祝い時点では髪の毛が十分に長くない新成人でも協力できる機会を増やすために、期間は成人祝いから1年間の令和2年1月12日日曜日、令和3日曜日から令和3年1月11日月曜日としました。この期間中にお手元の資料に記載されているリストから美容院を選んでいただき、ヘアドネーションを行うと成人祝いを迎えたお祝いとして店舗独自のサービスを受けることができます。このお祝いを受けるには身分証の提示が必要です。カットした髪は美容院または新成人個人のいずれかがヘアドネーション支援団体に送付します。また前橋市成人祝い当日は会場の山田グリーンドーム前橋内でブースを設置いたします。ブースでは医療用ウィッグを3体展示、参道美容院の紹介、そしてこのプロジェクトについてのチラシを新成人に配布いたします。このプロジェクトを周知するために成人祝い当日のチラシ配りに加え、ホームページの作成、若者に向けてインスタグラムやツイッターを活用しています。本団体また本プロジェクトをより多くの報道機関様に取り上げていただきましたら幸いです。本日はありがとうございました。ありがとう。じゃあお髪いっぱい伸びて、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。せっかくですからこの協賛をいただいている29 の、 美容室は一覧が載っておりますのでご覧をいただきたいと思いますし、このカツラを作っていただくという、これもドネーションをいただくウィグラボさんも後ろに来ておりますので、まあ、お顔ぐらいは出してくれますか。どうぞ。この方が若者たちからのお髪をウィグにしてくれます。協力させていただくウィッグラボの宮沢と申します。こちら、まあ、サンプルでイメージなんですけども、医療用ウィッグのイメージをお持ちしましたので、ぜひ20歳のヘアドネが続くように願っております。ありがとうございます。じゃあよろしく頑張って。よろしくお願いします。はい、いや本当に人の善意が集まっているって感じがします。前橋っていうのはこういう街なんだなと改めて嬉しく思います。本当にありがとうございます。関係者の皆様ありがとうございます。また最後質問があるかもしれませんのでもうしばらくいてくださいませ。次はクレイン・サンダースです。クレイン・サンダース今2位になっちゃったんだっけね。はい、残念ですけれども、そして正月はいよいよこのホームタウン前橋での公式戦が行われることとなりました。公式戦にはふるさと納税プレゼンツ前橋プライドマッチとして開催をさせていただきます。子どもたちにはすでに無料パスが配られているのですけれども、今回は先着50名の若者子どもに1階のアリーナで試合を応援していただく、そんな機会を皆さんにプレゼントしたいと思っておりますし、ハーフタイムにはサインの入ったプレイヤーのグッズをプレゼントしたり、観客に投げれる企画イベントも行おうと思っております。またグルメブース、今ハーフタイムイベントなども用意しておりますので、どうぞ前橋プライドマッチへのご参加のほどよろしくお願い申し上げます。おかげさまでふるさと納税も順調に推移をしております。そしてクレイン・サンダースの試合を応援すると同時に、クレイン・サンダースが B1 昇格の際には、観客席を B1 基準に増やす、そのための資金もこれによって作らせていただいております。もう十分
集まった、たまったという報告が来ておりますので、まあ、いつでも B1 に向かってゴーだと思いますので、クレイン頑張ってください。ありがとうございます。さあ次はこれはもう市役所と市民が頑張ったおかげだろうと思います。これ見せなくちゃいけなかったのね。はい、正月1月の4日5日大和市民体育館前橋におけるクレインサンダーズホーム戦前橋プライドマッチ、どうぞ大勢の市民の皆さん、そして、キッズの皆さんもたくさんの方お出かけを待っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。次はがん検診の我々にとっては健康医療都市前橋をやはりこうやって示せることは嬉しいことだろうと思っております。なんとがん検診の受診率が指定都市および中核市の中で第1位となりました。これは実は私自身の公約として平成24年からがん検診の完全無料化を実施をしてきております。その成果が出たと私は自分なりには大変喜んでおりますし、この検診によって市民の健康維持ができている、早期発見早期治療、あるいはがん検診を受けることによって皆様自身が健康を維持しようという、そういう意識を高めているものだろうと考えております。そしてこのがん検診によって要請検、もっときちんとした検査をしなさいということやら、あるいは健康指導も重ねて行わせていただいておりますので、検診を受け、そして皆さんがそれぞれ健康を守ることを維持することに自らも汗をかく、まあ、そんな健康医療都市前橋、市役所だけでなく市民だけでなく、みんなで補完し合いながら人の命を守っていく、健康を守っていく、まあ、そんな町になりたいと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。これに関しましても担当の健康部長の課長の藤田課長来ております。それぞれご質問の機会があるならばよろしくお願いをいたします。案件の説明は以上でございます。これより質疑に入ります。東京新聞の市川さんに進行をお願いいたします。はい、それでは幹事社から質問をいたします。最初に資料1のヘアドネーションの関係でちょっとお二方に再度前に出ていただけると助かります。それではご説明ありがとうございました。東京新聞の市川と言います。先ほどの説明にちょっと補足するような形でちょっと質問をさせていただこうかなというふうに思っております。まず金子さんにお伺いしたいのはですね、このそもそもヘアドネーションというものそのものを知った経緯っていうのは、これはいつ頃どういうきっかけだったんでしょうか。そうですね、このプロジェクトの案自体もなんですけども、8月頃に、そうです、8月の中旬ぐらいに市長様にお手紙書かせていただいたんですけども、それと同じ頃に母から私が髪が長いのを見て、母がヘアドネーションというのがあるんだけど知ってるというふうに言ってくれて、それからそうですね、その存在、ヘアドネーションという存在を知ってネットなどで調べていくうちに、私一人の力ではなくて 2,30 人という人数の髪の毛が集まってやっと一つのウィッグが作れるという話もあったので、そうですね、そこから母との話からプロジェクトの案も始まりました。そうしますと、その市長にお手紙を出すっていうのはですね、かなりこう、まあ、勇気のいることなのかなというふうに思いますけれども、そのあたり その自分をこうかきたてる部分、どういう部分がその手紙を出してっていうところまでいったんでしょうか。そうですね、個人的な話になってしまうんですけども、私が自ら出そうというふうに考えたわけではなくて、小学校の頃の恩師の方と今でも連絡を取っていて、お会いする機会が
同じく8月中旬頃にあったので、その時にこういうことを母と考えているんだというふうに話したところ、それはもういい企画だと思うからすぐに市長に手紙を書きなって言われたので、それがきっかけで出しました。そうすると、まあ、お母様からヘアドネーションの話も聞いて、さらに、まあ、小学校の恩師の方が後押ししてくれたという、そういうような感じなんですかね。なるほど、はい、分かりました。でそれから、まあ、今回、このプロジェクトのために、まあ、任意団体を設立ということが書いてあるかと思うんですけれども、この団体の構成メンバーというんですかね、金子さんとあと、まあ、他の どういった方がいらっしゃるのかというところも教えていただきたいです。20歳のヘアドネ自体の構成メンバーはただいま4人で、前橋市在住で4人とも大学2年生です。ですが当日、成人祝い当日に先ほどブースを出すというふうに申し上げたんですけども、そこにはボランティアさんも駆けつけてくれて、そこでは大学生が、大学生が3人、今の時点では3人ぐらい、高校生が2人というふうに伺っております。はい、ありがとうございます。であとですね、ちょっとシステム的なところで、チラシの裏のところに三度美容院が書いてあってですね、亀岡家の送付方法がこの2種類、この美容院と個人ということで、あるかと思うんですけれども、この個人の場合、直接ヘアドネーション実施団体に送付してくださいというふうに、まあ、注書きがあって、まあ、ホームページもご覧くださいということであるんですけれども、まあ、念のためですね、その個人で、やる場合はどうしたらいいのかというところも、まあ、簡単に、ね、構わないので教えていただきたいです。今の段階ではこのプロジェクトはウィッグを作って届けるというまでではなくて、髪の毛を寄付するまでをプロジェクトとしていて、その送付方法については、具体的な方法はその髪の毛を何本かに切ったものを束ねていただいて、それをゆうパックなどで郵送していただいて、その郵送先としては、そうですね、具体的な名前を挙げるとジャーダックさんというところやツナカミさんというところ、さまざまあると思うので、それはホームページなどインターネットで調べていただくと複数団体が出てくるので、髪を切ってくださった新成人が希望するところ、好きなところに送っていただければと思っております。わかりました。そうすると個人でやる場合にはその団体に、まあ、自分で団体を選んで自分で送るような形になって、で美容院さんの方でっていう場合は、まあ、美容院の方にお任せをするというようなことになるわけですね。はい、わかりました。ありがとうございます。で、もう一つ、先ほどちょっとこのリーグが作られるまでというお話があったんですけれども、その詳しいところは、先ほどのウィグラブさんに、そうですね、ちょっと一言教えていただきたいんですけれども、よろしいですかね。すみません、簡単で構わないんですけれども、はい、この実際のこのお人間の髪がですね、はい、こう実際にこの商品になる前の、はい、このまあ、作業工程というんですかね、はい、そういったところもちょっと詳しく教えてください。はい、こちらはあくまでもイメージなので、人工毛のウィッグの展示なんですけども、基本的にヘアドネーションの流れとしては、先ほどパネルがあったようにですね、こちら人毛なんですけども、人毛を切っていただいて、こちらの人毛を、寄付団体に、届けます。でその後、まあ、各団体がウィッグメーカーさんの工場に行って、製作して、それが届けられるというような形ですね。でそうすると、先ほどご説明があったそのトリートメントをしてというところは、その工場での
作業になってくるっていうことですね。そうですね、尋問の場合キューティクルの方向とかいろいろあるので、それをメーカーさんの工場の方で整えて、その後布とかに縫い込んで作るっていう作業がありますので、それは各メーカーさんが実施していると思います。はい、ありがとうございました。はい、では幹事社からは以上となります。案件で、質問がある方は記者さんいらっしゃいますでしょうか。すいません、ブミール佐野です。ヘアドネでもうちょっと聞きたいんですが、すいません、戻られたところ申し訳ないですけど、もう一度お願いします。市長にお手紙出されたということなんですけれども、その後の展開としては市役所からどんな手助けがあったんでしょうか。そうですね、主に未来の名創造家さんと、あとは成人祝いでのお話なので、青少年課さんから共催という形でこのプロジェクトを行うことになりました。例えば美術、美容室との美容院との橋渡しとか、こういったホームページの作成とか、そのあたりの手伝いをしていただいたとかになるんですか。そうですね、先ほどおっしゃってくださったホームページの作成については私個人で行ったのですが、美容院訪問などは同伴してくださいました。金銭的な面で、ここにお金がかかったみたいなところはありますか。市に出していただいた分とかありますか。金銭的な動きは今のところはないです。分かりました。じゃあ美容院は市の青少年課さんですかねと一緒に29箇所全部回られたってことですか。そうですね、美容院訪問はこのプロジェクトを始めるにあたってアドバイスをいただくという目的で前橋市内の美容院2店を訪問しました 2店舗を訪問いたしました。で、この参道美容院リストに書いてあります29件の方にはファックスでこの企画についてお知らせ し回答書という形で返答いただきました。ありがとうございます。それからですね、担当官の未来の目創造館の神保と申します。今のご質問補足をさせてください。一連の経過としますと、まず市長へのお手紙が届きまして、で、金子さん の, 思いを聞くという作業をさせていただきました。その際に我々未来の目創造館とそれから青少年会を同席した上でさせていただきました。で、当初は市に対する財政支援を、期待をされておったんですけれども、やり方というのはいろいろあるということで、その後双方協議をさせていただきまして、金子さんが中心になってこの任意団体を立ち上げる作業をさせていただきまして、そこの伴走の支援をさせていただきました。で、先ほどご回答させていただいた通り、美容院のジャータクさんといいまして、ヘアドネーション支援団体の最大手のところがありまして、そこに賛同している市内のサロンがありますので、そこへ の橋渡しですとか、それから今回の美容院組合の前橋支部さんにもご協力をいただきまして、そこへ の橋渡し等をさせていただきました。あとそれから先ほどウィークのご説明をさせていただきました宮沢さんはじめ有識者の方にも集まりをいただいて、彼女たちにアドバイスをしていただくような機会を設けさせていただきました。はい、市の支援は以上です。ありがとうございます。すみません、それからですね、20歳のヘアドネを構成していらっしゃる4人の方々なんですけども、これはどういったつながりなんですかね。大学の同級生とか。いくつか何人かの方にアドバイスをいただいたというふうに申し上げたんですけども、その中でネクストジェネレーションという前橋の若者で構成された NPO 法人があるのですが、そちらの方にもアドバイスをいただいて、そのメンバーのうちの一人がまず剣持さん
でこのプロジェクトに賛同してくださって、まず2人での、任意団体の設立となりました。あと残りの2人は、まず1人は私が群馬大学にただいま通っているんですけども、同じ群馬大学に通っている大学2年生です。で最後の1人は私が成人祝いの企画運営委員というものを務めさせていただいているんですけども、そちらのつながりで1人入ってくださいました。ありがとうございます。すいません、それちょっといろいろ聞いて申し訳ないんですけども、あの紙の話なんですけど、ちょっとおっさんなものですから、あの女の子っていうのはあのやっぱり成人式の前に髪を伸ばすものなんですか？で終わったらもう切っちゃうっていうのが結構多い。そうですね、必ずしもというふうには私も言えないんですけども、金子さんの場合は、やっぱり当日に、振り袖に合わせて髪をきれいにしたいので伸ばしているということなんでしょうか？そうですね、成人式髪の毛をなんていうんですかね、アップする女の子が多いと思うんですけど、そのためにはやはりある程度の長さが必要なので、うん、伸ばす女の子は多いと思います。やっぱりああいうふうに綺麗にするのが憧れっていうのがある。そうだと思います。ありがとうございます。はい、各社さん他にありますでしょうか？すみません、がん検診の件でお聞きしたいんですけれども。上毛新聞の肘と申します。がん検診の受診率の件なんですが、これ、最新が平成29年度の実績で、平成28年度の実績においても同様ですということは、この指定都市中核市の中で第1位ということで、すべての検診において1位ということでよろしいでしょうか？はい、健康増進課の藤田と申します。はい、その通りでございます。はい、そうすると2年連続で同じような結果、それともそうですね、それ以前は、それ以前は、このがん検診のこの国の指針というのがですね、28年度からですね、ちょっとがん検診の、例えば内視鏡検査を、この集計の中に入れてもいいですよというような指針が出た年なんですけれども、前橋はそれ以前からもう内視鏡もがん検診の中で対応しておりまして、やっぱりそれを認められてない時代は順位が低かったというのもありますので、28年度から全項目について1位になれたというところです。で今のところ、2年連続で1位ということで、はい、まだこれは平成30年度というのは出ない、はい、30年度、このがん検診等 その国の集計なんですけれども、例年3月、中にまた結果が出るということになります。わかりました、ありがとうございます。で、検診受診期間、まあ、今年度が来年の2月末で終わるので、またさらに翌年も引き続きということですか？はい、そうです。年度でやってます事業ですので、例年年度の初めに各対象者の方にはシールとか受診シール、まあ、今年度で言えばこんなオレンジ色の封筒で、対象者の方にはシールを送らせていただいてますので、結局検診というのが行政ができるところと、やはり最後の最後は各市民の方が検診を受けるというその行動にしていただかなければなりませんので、来年2月の検診の期間を前にまた改めて今回出させていただきましたということです。でこれ平成24年度から無料化したということと、その啓発っていうのがもうが単純にこの成果というふうに考えていいんでしょうか？そうですね、はい、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、他案件内でありますでしょうか？なければ続いた、はい、すいません、今のがん検診のお話で関連してなんですけれど、朝日新聞の丹野と申しますが、一応いただいたこの表の中での対象者の中での割合ということなんですよね、パーセンテージ。あ、そうです、そうです、はい、分かりました。すみません、ちょっと細かいことだったんですが、そこだけ、はい、あとウィッグのごめんなさい、これで未来の目創造家さんにちょっとごめんなさい、確認で伺いたいことがあるんですが、
市の、まあ、共済の形も含めて、市がこのヘアドネプロジェクトみたいなものをそもそも関わるっていうこと自体は例えば初めてなのかどうかっていうところを伺いたいです。今回のヘアドネーションという形で、関わらせていただくのは初めてです。で関わせていただく形としては、我々は芽吹くというビジョンの下で地域経営を進めています。それは行政だけではなくて市民企業団体いろんな方々と地域づくりを一緒にしていこうという理念です。それに基づいて彼らの彼女らの提案を形にするというお手伝いをさせていただいたという経緯であります。ありがとうございます。はい、他にありますでしょうか。はい、なければ、案件以外について各社ご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは私から補足を、がん支援検診の無料化、まあ、私自身の施策でもあり、今回の、まあ、全国一位というのは本当に嬉しいことだと思います。人口規模の小さな町では、きっと、もっと保健師さんが きちんとやっているところがあるだろうとは思いますけれども、都市として、多分この数字というのは、まあ、ある意味全国一位、中核市以上の都市で1位ということはそういうことだろうと、まあ、考えております。今藤田課長からお話した通り、実は 2,3 年前から1位だったんだろうと思います。ところが前橋の場合はバリウムよりも精度の高い胃カメラも無料なために、胃カメラの検査の方が多かったのです。国の基準はバリウム検査だけを胃がん検診としておりましたので、半分以上の方が我々はカメラ検診だったためにバリウムだけの数字で低かったのです。ところが胃カメラの方が精度が高いのは当たり前ですから、よりいい精度を求めている胃カメラもがん検診の検査に含まれるということになって、一気に我々は数字を上げ1位になったということです。従いましてそれ以前はバリウムだけとしておりましたけれども、それも胃カメラまで入れたとすれば多分かなりの前から僕たちは上位にあったんだろうと思っております。そしてこの結果、実は前橋においてはがんの死亡率、死因におけるがんの死亡率が数ポイントですけれども減っております。その数字は今日は藤田さんは持たれてなかった。はい、また次回会見あるいは投げ込みでお出しさせていただきたいと思いますけれども、まさにがんの検査を無料化し、みんなががんを検査を受け、早期発見早期治療によって我々は PDCA サイクル、健康サイクルを回している、まあ、そういうことを自信を持って皆さんに報告できるということは嬉しいことだろうと思います。また冒頭の若者が市長への手紙、その手紙にこうして職員の人たちがその気持ちを汲んで今日までこの事業を整えてくれたこと、提案者にも、そして、ウィグラボさんやあるいは美容室の方々にも感謝すると同時に、それをきちんと施策として組み立ててきた市民のアイデアを実現をしようという、まさにこれも官民共創、官と民が協力しながらという私たちの理念を、まあ、実現化したものだろうと思っております。最後に、では1月4号大和市民体育館でお会いしましょうと申し上げお約束ですけれども、シネマ前橋でもぜひ素敵なお正月年末年始映画やっておりますので、今日はですね皆さんにおすすめ言えないのですよ。残念ながら映画の指標を見る間もないものですから、まあ、こういうものをご報告させていただきたいと思います。会見時記者懇を行いましたけれども、その中で幸福劇場ちょっと難しいかなと思っておりますけれども、一隅を照らすでもいいんではないかと、それが楽かな、まあ、どちらでも結構です。天才天台宗最澄、最澄の言葉ですね、一隅を照らす国の宝なりだったと思いますが、まあ、やはりこうやって社会の隅できちんと世の中のために何かやろうとしている少女たちの
あるいはスポーツチームの関係者たちの、あるいは健康を守ろうという人たちの、そういう一隅を照らすアクトを僕は宝物のように考えておるところでございます。そんなことを申し上げ、皆さんが健やかな新年を迎えられますことを、またこれから新年を通り過ぎますと、また寒い季節がやってまいりますけれども、インフルエンザにならずによろしくお願いいたします。インフルエンザ流行ると国保が出ますので、みんなで一緒になって社会のためにご健康にご留意されることを記念しての私の最後の会見とさせていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。